皆さん、こんにちは。木村良平と申します。いよいよ、ついに、ゲーム実況できることになりました。いや、なんのこっちゃっていうね、方もいると思うんですけれども、いや、もうね、実は、2年ぐらいかな。前からね、ずーっと言ってたんですよ。ゲーム実況やってみたいって。もともとあのね、ゲーム実況を YouTube とかで見るのがすごく好きで、いやー、実況者さんすごいな、面白いなと、ずっと思ってて、まあ憧れもあってね、やってみたいなってずっと言ってたんですけど、本当にね、友達のチャンネルに参加するとかっていうことではなく、今回、自分のチャンネルで、挑戦することがこうしてできました。だからね、今こうして見に来てくれて、本当に嬉しいです。どうもありがとうございます。はい。まあとはいえね、今回はお試しということで、まあ、今後、どういう形で実況を続けていくのか、まあ、というか、続けてね、いけるのかどうかっていうのも含めて、ま、いろいろ確かめるために、まずは一回ね、長いストーリーものとかじゃなくて、一回で完結するゲームをやってみようということで、デッドバイデイライト、選ばせていただきました。大好きなゲームです。はい。じゃあ、ここで注意事項です。まあご存知の方もね、いると思うんだけれども、このデッドバイデイライト、結構暴力表現があって、血がビューみたいなのがね、あるんで、まあ、苦手な方はご注意ください。そしてですね、デッドバイデイライト、自分でまあ選んでプレイしといてなんなんですけれども、上手じゃないです。なので、見慣れてる方、遊び慣れてる方はね、見ててもやっとすることもあると思うんですけれども、そこはご容赦いただき。はい。では早速遊んでいきたいんだけれども、その前にですね、デッドバイデイライトがどういうゲームなのか、まあ、簡単な、こういうルールでこういう風に遊ぶゲームだよっていうのを、まあ、知らない方知ってた方がね、見てて面白いと思うので、超簡単に、基本の基本だけちょっとお伝えしたいと思います。もう必要ないよっていう方はね、ちょっと飛ばしてゲーム本編の方を見ていただけたらと思います。それじゃあ、参りましょう。デッドバイデイライトは5人で対戦するオンラインゲームです。ジャンルは一応ホラーゲームになるんですけれども、まあ、実際やることはですね、結構ちゃんと細かくルールの決まった、本当にスポーツやってるみたいな感覚で追いかけっこをするゲームになります。で、逃げる方、サバイバーが4人。追いかける方、キラーが1人。で、サバイバーの目的は脱出することですね。彼らはですね、発電機、マップにある発電機を全部で5台修理して、外へのゲートを開いて、そこから出ます。キラーの目的は、まあもちろんね、一人でも多くのサバイバーを昇天させることなわけですが、ただ、パカスカ殴るだけでは昇天させられません。まず1回殴る。まあ、そうすると怪我をするんだけれども、この状態ではサバイバーはまだ元気いっぱい走り回れます。次にもう一回殴る。そうするとダウンして、まあ、這いずり状態になって動けなくなってしまうんですね。ここで登場するのが、デッドバイデイライト名物、肉フック。これにね、長い時間釣られてしまうと、もういよいよサバイバーも退場ということになってしまいます。まあ、もちろんね、釣られてる時に仲間にこう救助してもらうことができるんだけれども、2回目あるいは3回目に釣られちゃった時点で強制退場ということになってしまいます。あとね、サバイバーが脱出するためには発電機5個直して外へのゲートを開いてって言ったんだけれども、他の仲間が全員いなくなっちゃった時、脱出しちゃったとか、キラーにやられちゃったとかで自分一人だけが残されちゃった時に限り、マップのどこかにハッチっていうものが開きます。で、このハッチをキラーより先に見つけることができれば、シャッと脱出することもできるということですね。最後にですね、パークっていう、まあ、いろんな能力、キラーもサバイバーも、ちょっとだけ速く走れるとか、自分の傷を自分で治せるとかっていうのを4つまで持っていくことができるんだけれども、まあ、これは種類も多いんで、ゲームをやりながら必要に応じて、説明したりとか、テロップ入れたりとか、そういう風に処理していきたいと思います。では、早速、ゲームプレイしていきましょう。よし、クロちゃん、ビルジー、そして木村ゆいちゃん、行ってみよう。
よし、やってくぞ。アイアンワークスオブミザリー。おー、おじいちゃんが二人ともいる。どうもどうも。あ、黒ちゃんもいたのね。見えなかった。ん？ナース！ちょっと久しぶりだな、ナース。わー、いらした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 。俺かい！危ねえ！危ねえ、行こうって行こうって。やだー！ういしょ！勘弁してくれよー！瞬間移動するのはやめて！へっ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 へ。おい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 。あ、全然負けてねえ。全然負けてねえ。おー、ビルジーごめんな。ごめん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 。ちょっと俺もでも必死。痛い！ちょっとあの遠回りは良くなかったね。おー、おっかねえ！よっしゃ！よし！よしって言ってよくないけど。他の人にね、タゲが変わったね。ありがとう。じいちゃんの手はあったかいね。優しいお手手だよ。さあ、あの人が頑張ってくれてる間に、一台でも発電機をつけたいね。ありがとうございます。よし、直そう。どこにある？ん？あ、箱を開ける。なるほど。じゃあ俺は発電機直しに行くね。よーし、一仕事終えてリラックスしてるからな。今度はやるぜ。どうもクロちゃん。今度こそプレイも喋りも見せてやるぜ。お、大丈夫そうだね。今追われてる人は。上手だな。うん。どっち行く？そっち行く？一緒に行こっか、じゃあみんなで。ね。なるべくね、内側から直していけるといいから。あ、こん中直す？オッケー。そうしよう。よいしょ。どこだ？ここ？ここじゃないね。反対側かな。よし、やろう。チェイスが長い。ちなみに今やってきたお仕事はですね、まあ、時々ある、ものを擬人化して、その、ものが、人となって喋れるようになって声が当たるみたいな。それの声をやってきたんだけど、なんか、いいよね。好きなんだよね、ああいうの。こうさ、まあ、普段使ってるものってものじゃん？まあそれが有用でさえあればいいんだけど、自分が CV 当てて芝居をすると、すごくそのものに愛着が湧いてくるしさ、感情も感じ取れるようになるし、あ、本当にこんなこと思ってんのかなとか。で、実際それをね、声を聞いてくれた人が、うん、またそのものを使うときとかさ、触れるときにも、やっぱり一度感情とかさ、人格をそこに見出すと、なんか、ね、使ってて楽しくなるような気がして。俺は好きなんだな。どこだ？ん？ここまで持ってくるか。あ、なるほど。そういうことなら。え？どこまで持ってくるの？え？もう、じいさん諦めたってこと？やばい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 。あれ？どこ行った？ん？あれ？する、する。え、すごい長くない？じいさん暴れてないのか、ひょっとして。持ったまんま、持ったまんま追いかけっこしてんじゃん。嘘だろ？ちょっと、じいさん。じいさん暴れろ暴れろ、じいさん。ある？そんなこと。痛い！じじい！じじい！ちょっと抵抗しろ！
わあ、俺に来た。俺よし、わかった。そんなに俺に来るなら、じゃあこうしてやろう。来い、ほら。ほら、来いよ。あ？うい！ああ！倒す方向間違えた。やったー。どうすんの、これ。ごめんな、クロちゃん。お手数おかけします。あ、殴られた。すげえ、ずっと持ったまま戦ってるよ。あんなの初めて見たぜ。ごめん、ありがとう。あれ、でもあの状態じゃ板は割れないもんな。ひょっとしてバグってんのか？釣れなくて置けないみたいな。置くこともできないみたいな。あ、そう、あ、置いた置いた、降りた。いやー、笑った。よし、あと一個つけよう。なんだっけ、この中が突きかけだったんだっけ。あ、ついてんだ。よし、今度こそちゃんと助けに行こうか。飛んだね。イルジュ、お待たせー。今助けるぞー。はい。はい。どうする？回復は？いい、オッケー。来てるね、来てるね。どうだ？俺に来るか？でもいいぞ。来てるね。上だよ。よっ。はい。やい。くー、厳しい。負けない。よいしょ。あー、くそー、うまいなー。でもついた。今上上がっちゃ、いやー、上上がっても厳しかったかな。もうちょっとちゃんと遮蔽物を使わないとダメだね。はい。あー、すいませんね、そんな、あっち行けって、あっち行けって。ナースも付き合ってんじゃないよ、それに。そりゃそうだろ。あっちは？もう一人は、どこ行ったの？あれ？あ、あそこ、ロッカーにいたのか。もう完全に待ちの姿勢ですね、これは。あっちのゲートが開けば、まあ、クロちゃんと脱出は二人はしてもらえるかな。俺はちょっともうこれは厳しいかな。持った。行くか。行っちゃうか。4%! 聞いたー！嘘だろ。こういうことってあるんだよな。いけるか？いけるか？いけるのか？ちょっと一回、直すか。じゃあ。じいさん助けられるかもしれないな。でもこれゲート開いてないから飛んでこられたら、やられるかも。あ、今チャンスかも。あー、厳しいか。いやー、じいさんを助けたいね。暴れんな、暴れんな、じいさん。あ、ありがとう。よし、行こう。じじいを助ける。開けたか。今がチャンス。お待たせ、じじい。おい。開く？譲り合い。あ、ダメだ。全然。開いてなかったんだな。みんなすまん。もう行ってくれ。
じいさんを守りながら反対側に行った方が良かったかな。ゲート開けちゃえば先に。そうだね。ありがとう。いい大惨事。おお、持った。ありがとう。クロちゃんはまだ助けるチャンスを伺ってるね。とりあえずこの中で治療しようか。直しようか、直しようか、直しようか。二人で行けば、三人回復してる時間はないかもしれないな。あるかな？あるか？ああ、途中までやってんね。よし、行ける行ける行ける。行こう。よし、行こう。行くぞー！みんなであのじいちゃんを助けるんだ！もう、ぴったりくっついちゃってんじゃん。やだー！絶対一人は持っていく。ボロタイ、ナイスボロタイ。無理だよクロちゃん、逃げて、もう逃げて、もう逃げて、行って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 、逃げて。おお大惨事だよ。そして戻ってくる。ごめんねじいちゃん、逃げて。さあ、一体何人が生き残れるのだろうか。お疲れ様でした。あ、そっか、まだ2回目。いや、もうちょっとこれは厳しいよ。みんな逃げてもらおう。回復だけ済んだら OK。 お疲れ様でした。よっしゃー、みんちゃん、みんちゃん、ジェイクと、俺、木村ゆいで、いきます。よいしょ。わあ！ハントレスもびっくりしただろうな、今。お前なんでここにいんの？やだ！当たるんかい。おお！やだ！このまだある？もうないんじゃない？え、あ、やべえ、俺周り全然見てなかった。うわ。うぅ！まだあったか。なんだ
倒します。逃げろ。多分斧を回収してから来ると思うから、お前らゆっくり話しましょう。いやー、こういう試合があるとね、本当にね、手汗をかくんですよ。あのまま2台つけ切っちゃうか。で、2人で脱出しようか。お待たせ、みんちゃん。よっ。ほい。逃げようか。おお。うわぁ、うわ、当たんのそれ、嘘、うわぁやべ、うぃ、時間稼ぐぜ。稼いだところでっていう気もするけど、よし、これやろうか。斧ないんだろうな、多分な。よし、じゃあ下降りましょうか。下ってどうなんだろう、ジェイクが停止してた。あ、ダメだった裏書いてくるかなと思ったんだけどな。やだー、あ、おぶね。今のは外してくれたね。いやー、無理はい、よし、あとはじゃあみんちゃんがハッチを探して脱出してくれることを祈りましょうかね。よいしょ、頑張れ、みんちゃん。お疲れ様でした。さようなら。おお、ナイス脱出。はい、ということで、僕の初一人ゲーム実況、ご覧いただきありがとうございました。本当に右も左もわかんない状態でのね、ゲーム実況、そして、まあ動画編集、なんだろう、本当にさっぱりわかんない状態から始めたんで、苦労もあったんですけどね、楽しかったですね。こういう機会をいただけてすごく嬉しかったです。そして、まあ今後ね、もし続けていけるようであれば、まあ今回のように、あるいは今回以上に、なんていうのかな、ドカッと盛り上げてエンターテイメントっていうよりは、なんかこうね、朝の支度とかしながら、こう流しとくと聞き流せるような、そういうリラックスした実況をやっていきたいなと思っているので、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。このセリフを言える日が来るとはな。あ、でもね、真面目な話、本当に、次やれるかどうかって結構、たくさんの人が見てくださってるかとかね、登録してくださってるかってかなり重要になってきてしまうので、また見たいなとか、次どんなもんやるのか、ちょっと興味あるな、なんていう人はですね、皆さんのお邪魔になるほどの更新頻度にはならないと思うので、お気軽に登録していただけると本当に嬉しいです。あと、そうだ、こんなゲームやってるとこ見たいよみたいなのがあったら、僕のツイッターの方とかに送ってもらえると参考にさせていただきます。はい。それじゃあ、またね。バイバイ。